人吉熊スマートインターチェンジは、熊本県人吉市にある、九州自動車道のスマートインターチェンジである。1989年から1995年まで、仮供用されていた、人吉仮、出入り口の跡地を一部踏襲する形で建設された。本線直結型であり、利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化である。 供用開始に合わせ、南側に設置されている、人吉南バスストップも移転する見通しとなっているが、八代ジャンクションから、エビのインターチェンジの区間は、ヒゴトンネル、格闘トンネルという長大トンネルに挟まれているため、危険物積載車両の通行は禁止されており、東 IC から危険物積載車両の侵入はできない。ABCDE、令和元年8月10日に、 E3 九州自動車道、人吉熊スマートインターチェンジが開通します道の駅、人吉が開け駅します一時体質の社会実験がスタートします。国土交通省九州地方整備局、人吉市、人吉熊スマートインターチェンジ整備促進協議会、西日本高速道路株式会社、2019年6月28日閲覧。 人吉熊スマートインターチェンジの連結許可について、西木町2014年9月5日付、ハット ABCD、人吉熊スマートインターチェンジ整備事業について、人吉、2014年10月2日閲覧。九州自動車道の新インター、名称は、人吉熊、熊本日日新聞、2018年7月27日閲覧。人吉熊に、 名称決定リーフレットで PR へ。人吉新聞。2018年7月27日へ閲覧。高速道路からの一時退出を可能とする賢い料金の実施について。国土交通省道路局。2020年5月3日閲覧。ありがとうございます。